サッカーバスク代表は、スペインとフランスにまたがるバスク地方におけるサッカーの代表チームである、バスクサッカー連盟によって組織されている。選手はバスク州、ナバーラ州、フランス領バスクから選出される。バスクサッカー連盟は国際サッカー連盟や欧州サッカー連盟に加盟していないため、FIFA ワールドカップや UEFA 欧州選手権に参加することはできない。 1915年にはスペイン北部出身選手が集められたスペイン北部選抜が組織された。マドリードで開催された大会ではカタルーニャ選抜を1の0で破りスペイン中部選抜と引き分けた。1916年5月、北部選抜は FC バルセロナと2度対戦し、アウェーでは3から1で、ホームでは5から0で勝利した。1922年、 カンタブリア州側が北部連盟からビスカヤ連盟への解明を拒否したため、バスク州とカンタブリア州はそれぞれ単独の選抜チームを結成した。1930年と1931年、バスク地域の呼び名の一つでもあるバスコニアというチーム名称でカタルーニャ選抜と2試合を戦った。アウェーのムンジュイックでは1から0で勝利し、ホームのビルバオでは3の2で勝利した。 初代連打カりであるホセアントニオ・アギーレは、かつてアスレティックビルバオの選手だった。スペイン内戦中の1937年、アギーレは、軍事資金集めのために、バスク選抜を組織し、以下の選手が選出された。バスク選抜は、海外遠征でも、資金集めを目論み、フランスを皮切りに、東欧、北欧を転戦した。1937年4月には、 パリのパルクでプランスで、フランスのクラブと2試合を戦い、フランス王者のラシンパリには3-0で勝利し、オリンピックマルセイユには5-1で勝利した。初敗北は2から3で敗れたチェコスロバキア、代表戦だった。FC ロコモティフモスクワ、マルセイユ、チェコスロバキア代表、シレジア選抜、ロコモティフモスクワ、FC ディナモモスクワ、FC ディナモレニングラード、FC ディナモキエフ、 FC ディナモトビリシ、ディナモモスクは FC ディナモミンスク選抜戦に4-1で勝利した。スペイン政府がバスク地域ではバスク代表公式化を歌わないように要求したことで試合後に議論が起こった。この試合ではホセ・アンヘル・イリバルがキャプテンを務め、1930年代に活躍したホセ・イララ・ゴーリがキックオフを務めた。この試合はバスク社会に 大きな影響を与える文化イベントの一つとして行われ、サストレイクが組織したバイユースカラリキャンペーンの一部分だった。この1ヶ月後には、サンセバスティアンのエスタディオデアとチャで、ブルガリア代表と戦って4から0で勝利し、1980年にはハンガリー代表に一の五で敗れた。それ以来二千十二年末までに十五試合を戦い、カメルーン代表戦、ウェールズ代表戦、 チュニジア代表戦の参拝しかしていない。2000年代に行われた重要な試合としては、カメルーン代表戦、ウェールズ代表戦、セルビア代表戦、カタルーニャ代表戦などが挙げられる。スペイン内戦中に、スペイン国外で行われた最後の試合は、1938年6月20日に、ハバナで行われたキューバ代表戦だった。 これ以後は69年間もスペイン国外では試合を行わなかったが2007年6月20日にベネズエラのサンクリストバルでベネズエラ代表と戦って4位から3で勝利した。カンプノーでプレーするバスク代表エウスカルエリアという名称に変更されてから初の試合は2007年12月29日でありサンマメスで行われたカタルーニャ選抜との親善試合は1から1に終わった。 2008から09シーズンのクリスマス休暇にも親善試合が予定されており、バスクサッカー連盟は以前の名称であるエウスカルセレクシオアという名称への変更を要望したが、連打かりであり、バスク民族主義党を率いる不安補正イバレチェに拒否された。多くのバスク人、サッカー選手はエウスカルエリアという名称でない限りプレーしないという声明文に署名した。 この名称変更論争は、スポーツの域を超えて、バスク地域に影響を与え、各政党のマニフェストにおいては、バスク民族主義党、スペイン社会労働党、国民党などは、名称変更反対の立場を取り、EA、統一左翼、バスク民族主義行動党などは、名称変更賛成の立場を取った。結局、2009年に、 エウスカルセレクシオアという名称に変更することで意見の一致を得たが、協会と選手間の意見の相違などから、イラン代表との間で計画されていた試合は結局行われなかった。2010年、選手と連盟の間では合意に至っていなかったが、選手側は12月29日にサンマメスでベネズエラ代表と試合を行うことで合意に達した。 バスク選抜最多出場を誇るホセバエチェベリアにバスクサッカー連盟から金色の気象が贈られエチェベリアはキックオフの役目を務めた1979年に復活してからの試合一覧である2012年12月29日のボリビアとの親善試合に招集された選手のリストであるすべてバスク選抜のスコアを左側に記しているゲルニカの木という曲 ありがとうございます。